どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です、はい、ちょっと寒くてうまく喋れてないんですけど今日はですね、稲見萌寧選手が、クラブ契約フリーということ、まあ、テディバッグとこれはブリヂストン、グローブとボールとかがブリヂストンだけど、はい、ゴルフクラブは全くのフリー、はい、全くのフリー、BS のクラブをつかなくてもいいの、一本もいらない契約は。へえ、ということでですね、やっぱりクラブ契約フリーの選手がどういうクラブを使っているのかっていうのはすごい僕自身も気になるので、今回はちょっとね紹介してもらいたいなというところで、上から行こうか。上からドライバーエース、これエース、今エース、去年もずっとこれだったの。去年の10月からかな。これローグのトリプルダイヤモンド S、 顔が小さいやつ、スモールサイズだね。そうです、僕も持ってました。でロフト9度、シャフトはこだわりなんですか？そうなんですよ、これ NS プロの日本シャフトさんのやつで、これは去年の4月ぐらいから変えて初めて試したんですけど、結構良くて、男子だとあんまりないな、こういうシャフト、これしっかりめ、しっかりめのクラブ、しっかりめのシャフト。へー、 ローグなんだ。ローグ SE トリプルダイヤモンド S で、今シーズンもこれでいくの？今のところ、予定は。で、これが3番ウッド？はい。はぁ、ステルス。初代ステルスのハイロフト。あ、16.5 度。の、ちょっと立ててるんで、16度あるかないかぐらい。シャフトは？シャフト一緒です。同じ、でもなんか色が違うんだけど。マットにしてもらってます。それだけ？はい。物は全く一緒？物一緒。へぇ。はい。早っ。いや。いっぱいあるからさ、あ全部あこれは、まあ、あんまり使ってないけど一緒、全くの5番ウッド。でも試合で入れてんの？あんま入れない。入れない、うん、5番ウッドか、U3 かのどっちか、その日によって変えるんだけど、ほぼ U3。 なるほど。え、ユーティリティは何使ってるんですか？3と4でタカタタッタタン、スリクソン。そう、これはなぜ？なかなかユーティリティ、はい、私そんなに好きじゃなくて、元々が、ちょっと見ていい？そうだけど、ちょっとアイアンっぽさもあり、アイアンっぽい、なんか操縦性が結構いいやつ。これ結構顔綺麗なんです。でまたちょっとシャフトもあれですね。稲見選手はこの NS プロが好きなんですね、きっと個人的に、ね、意外といいです ね。だって全部 NS でしょこれ、今のところ。僕も昔 NS 入れてたな。これスリクソンの契約選手はみんなこれ使ってる？大体結構女子は多いです。今だと1個前になるのかな。BS のヘッドカバーを抜いてスリクソンが出てくるってちょっと面白い。フリー選手あるあるだよね。あ、じゃあ一応ヘッドカバーも契約してんだ。ヘッドカバー契約です。ああ、そういうことね。アイアン、稲見選手といえばこのテイラーのイメージがすげえあるな。昔テイラーだったよね、契約してた？契約はしてないです。でもなんか全部テイラー使ってた。全部テイラー、モニターだったね。えアイアンがジュニアの頃。紹介してくださいよ、これ。紹介してくださいよ。何ですかこれ？初代の方の P770 なんですけど、だからもう何年目だ？7年目。え、そんな昔のクラブ？うん、私が高校生の時から使ってるんで。テイラーに行って新品を何個か取っててもらってるの？もうこれラストセットです。うわ、これ終わったらどうすんの？悩んでる、引退これがなくなったら稲見先生引退するそうですそうなんだ。なんで、なんのこんなこだわり強いの？いや、なんですかね。なんかやっぱテーラーで育ってるから、テーラーの鉄の感じとか、打感とか、あと独特な重心バランスとかが、これはすごい合ってるんですよ。振りやすい、全くこう刺さらない、 うまく触れた時とかに。だからラフとかでも抜けすごいいいし。でもなんかこれに近いクラブとか探してたりしないの？探したりもしたし、作ったりもしたんです。けどこれには追いつかない。ダメですね。じゃあ引退するんだ。引退するか、もう諦めてとか、なんかそれかいいの出てくるかみたいな。なんかそういうの他の選手でもあったな。ヘンリック・センソンがキャロウェイの何年も前の
アイアン使ってて、それが本人も何セットも持ってて、それが終わったら俺のゴルフはもうおしまいだみたいなこと言ってて、同じこと言ってるの、うん、でこれシャフトは、シャフトはこれはエデスじゃないんだ。そう、あのトゥルーテンパーのスチールファイバー、今流行りの。これ流行ってんの？女子流行ってます。世界ランキングトップ10のうち8人使ってる。これ確か。これ男子は使えないのかな。使えるけど使ってる人はいないです。いないよね、うん、やっぱね面白い。女子のクラブセッティング僕初めて見たんだけど、もう全てが違うね。やっぱりシャフトもそうだし、まあ、シャフトが一番違うかな、うん、皆さん要チェックだそうですよ。これ世界ランキングトップ10中8人が使ってるそうです。じゃあアマチュアの人とかいいんじゃないのね。レディアコーさんもネリーとかも使ってる。みんなこれ、うん、へえ。そうなんです。面白い。やっぱ女子プロのセッティング面白い。今まで見たことないのいっぱい出てくる。あ、これもそうだ。これウェッジなんですけど、ウェッジは全てボーケーの、はい、8と9、8と9がミックスされてるやつですね、はい、48、52、58。なんで48を入れたかって、うん、P と48ってあんまりそんなに変わんないはずじゃないですか、うん、だけどこのアイアンのシャフトに変えてから、うん、球上がるし止まるし、うん、一晩で距離伸びたんですよ、はいはい、だから52ドットの差がすごい開いちゃって、はいはい、で、いや間入れたんだ。で5番アイアンが飛ぶってことはユーティリティが間に入れてたのがいらなくなったので、うん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 、その分こっちに入れて48にしたんですよ。でもこのクラブってさ、うん、昔から使ってるんでしょ。急に伸びたの。シャフト変えたら。あ、シャフト変えたら、そう、一晩って伸びた。へー。でウェッジはこれ入れてもシャフトにしても距離は伸びないの。距離はそんなに伸びないけどスピン量が安定して、バンカーとかアプローチもすごい打ちやすくなったし、うん、あともともとでもうまいもんねこの辺ね。得意でしょ。それ、まあ、苦手ではないけど、うん、ただなんかそのアイアンと一緒で突っかかりとかがなくなるし、うんうんうん、一番はフルショットとか抑えた時のバックスピンのかかり方が抑えられた、うん、逆にこれにして。そう、スチールだともう上り傾斜に落ちちゃうと 10m ぐらい戻ってきたりとかしてて、あ、女子はちょっとやばいの多いもんね、試合もね。だからこれに変えて前に行くわけでもなく戻りすぎるわけでもないみたいな。なるほど、結構こだわりあるんだ。めっちゃやばいですよ私。じゃあそんなになんだ。じゃあもっと語りたい。全然大丈夫。そうで、それ最後パター稲見選手と言ったら元祖これですよね。これ多分これ入らしたのモネでしょって一応言ってくれてますね。はい、トラスのこれで11勝してるんで。そうだよね、これモネが使って、他の女子プロみんなこれ使ったよね一時期。はい、めちゃくちゃ。そうだよね。ところが今日はこっち使ってたんで、僕はこのキャメロン花がちょっと嬉しかったです。多分さ、キャメロンのプロ担当の人が僕のこれ見てたらめちゃめちゃ喜んでるかなって思ってまあでも開幕で使うかどうか分かんないんでそう、まあこれはもう安心な。じゃあなんでこんな不動のエースがいるのにわざわざこれ入れたの。正直いいんですけど、うん、数値も測ってて両方とも、うん、で数値的にもいいんだけど、うん、ちょっとテンポが遅い、これだけ私の打つテンポが、うん、で、なんでかってテンポよく打つと飛びすぎちゃう。飛びすぎちゃうし、ちょっとヘッドが重いから上げられない、なかなか、うんうんうん、こうテンポよく、うんうん、だからこれを使うならもうゆっくりゆっくり振るしかないっていうのと、だから風の日とかもしかしたらずれやすいとか、そういうのも考えたらいろいろ考えたりとか、あとやっぱりなんで女子がほとんどこれ使ってるかって、海外の選手が使わない理由がなんか直進性が高すぎたりとか、あと結構やっぱ芯が広いし、この辺ここに重りもあるから安定する分手の感覚とかボールを操る人にはちょっとあんまり向いてない。でも私どちらかというと直進性も欲しいけどちょっと操りたい系ってなったら、いやでも11勝してたらよくない。いやだからいいんですよこれは、うん、これはこれでよくて、まあなんか気分転換とか、まあまあまあね、さらにねいいものはないかっていう。そうだよね、みんなそうだもんね。そう、ものを今これ入れてるってことね。そう、お試しで気分転換で。そう、 GSS のサークル T のキャメロンですね。はい、女子プロだからなんか中身見ちゃう。中身女子プロならではのなんかこんなの入ってますみたいな。こんなの入ってます、うん、中身めちゃめちゃ入ってますよ。これオフでも入れてんのしっかり。入れてますよ。あ、いっぱい。あ、練習器具すごそう。練習器具すごいです。ああ、
練習、これがパターのマット、うん、この辺がフェイスのレーザーとか、うんうんうん、で、まあ、サングラス、うん、でこれが傾斜機、傾斜機ね、でまだ使ってないミトン、何してミトンって、あ、いつのか、だ六角形が入ってるおいお前は問題だぞお前問題どこ、稲見萌音様ってお前これどこのゴルフ場、タイ、タイ A カントリークラブって、これ返した方がいいよちゃんと電話して、いつの試合で、スリーツアーズやばいあのタイ A カントリーの、あの多分503番がずっとないと思うんで、これはちゃんと南にか、あの、はい、送らせますんで、連絡します、すいません、とんでもないもん出てきちゃいましたねこれ、はい、カビゴン、カビゴン懐かしい、これだよまずこれ、これ一番最初にやんなよ、はい、これもうダメ、出しときなそこ入れたらまた忘れるんだから、あとこれ大事なんですよ、何それ、これがねめちゃめちゃ大事なんです、何俺初めて見る、え、何、何それ、注射器、え、ここに打つやつ、うん、え、なんか悪いの体めっちゃ嘘、ブヨの刺された時の毒抜きです、え、これ必需品、え、女子プロ持ってる、いっぱいみんな、みんなではないけど意外と持ってる人が多いよ、何すげえ、俺初めて見たんだけど、え、ちょっと待って待って、え、どうやって使うの、普通にこれで、あ、サイズでね、そう、サイズで、うん、だいたいこれぐらいなんだけど、あ、で、こうやって、こうやってやるの、そう、これすごいのが、うわー刺されたっつって、あ、これでもう一回、あ、ここ薄いからダメだね、ほら、あ、これで抜けんだ毒が、すんごいこう吸引されてる、うんうんうん、これでずっとこう抜いて拭いて抜いて拭いてってやると腫れないんだ、 だいぶ腫れない、へー、すげえ、すごい、真っ赤になっちゃった、たこ焼きみたいブヨの毒抜き器だってだからたまに、あ、まあでもいろいろある、そうそうそう、蜂とかクモとかサソリとかね、そう、蚊とかのやつが、そう、だからたまにこれけなんていうの、空港とかで、うん、なんだこれ、たまに海外行く時とかはちょっと何って言われるから、ね、へえ、やっぱね全然違うね、入ってるものが、女子だね、女子ですよそりゃ、ということでですね、クラブ契約フリーの今井萌音選手、やっぱりフリーの選手ってね、こうクラブのシャフトもそうですけど、いろんなこだわりがあって面白かったなと、あとはキャリーバッグの中身もですね、まあ僕普段男子プロしか見たことないんですけど、女子プロは女子でなんかいろんな面白いものが入ってて楽しかったですはい、じゃあ今シーズンも頑張ってください、頑張ります、今日はありがとうございました、ありがとうございました、今回の動画見ていただきましてありがとうございました、どん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 、コメント欄にですねやってほしいことを、書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします、チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。